皆さん、おはようございます。 すいませんあの私ちょっと昨日飲みすぎたのかちょっと声が枯れてしまうっているのであのちょっとなるべく私の方はあ,のあまり喋らずに皆さんに喋 <laughs> っていただきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますあの、まあ、ヘルステックっていうあのテーマなんですがちょっとあの裏の方でもお話ししてたんですけどヘルステックっていう言葉ってあんまり聞かないよねっていう。 話なんですが、まあ、あの私たちなりのその解釈でえっと進めていければと思っております。であの私投資家でもあるんですが、この分野いわゆるそのライフサイエンスであったりその医療系の分野なんですけど、であの残っているまあ大きなフロンティアの一つだとえっとされていて、例えばそのシリコンバレーでもその世界を代表する例えばマークザッカーバーグが 21世紀の終わりまでには全ての病気を治療して予防しあらゆる病気に対応できるようにしたいっていうふうにあのよく言っていたりとかあのスティーブ・ジョブズの有名なあの名言として21世紀のイノベーションは生物学とテクノロジーが交わる場所から生まれるんだろうで僕の息子の年頃にはのに、えー、とデジタル時代が始まった時と同じように 新しい時代がまさに始まろうとしているんだと、二十一世紀はえっ、ー、とバイオとテクノロジーが交差する世紀だっていうふうにおっしゃっています。 であの今回のパネルっていうのはそういった意味ではその今の、えっと、いわゆるヘルステック医療ヘルスケアで、えっと、起きているイノベーションの最先端のトレンドについて議論できればというふうに思っておりますであの簡単になんですがあのちょっと自己紹介なしということだったんですが、えっと、皆さんの,その立ち位置ということで、えっと、簡単にご紹介させていただければと思うんですけど久保田さんは、えっと、医師 県えー、と企業家でいらっしゃると。で、特にその今、えっ、ー、と、話題になっているような、その IoT を組み込んだ医療デバイスを使って、AI でこう解析するような、そういった技術を持った会社を経営されていらっしゃるということで。で、えっ、ー、と、 高橋さんに関してはあのアカデミアから起業されたという、まあ、その本当に、えっと、第一人者日本においては第一人者でいらっしゃるそういった、えっと、お立場からお話をしていただければと思いますで平手さんはあの武田薬品あのでいらっしゃるその立場およびあの湘南 ヘルスイノベーションパークで、えっと、ライフサイエンスを中心として、えっと、イノベーションの支援をされていらっしゃるのであのそういったあの観点からのお話をいただければという,ふうに思っております、えっと、まずじゃあこうい、今って何が起きているのかっていうのを、えっと、ちょっと3人の、えっと、お立場からちょっとこうお話をしていただければと思っておりますまず、高橋さんからお願、はいします。はい あのですね、まず皆さんに感謝申し上げたいんですけれども数あるセッションの中からもうこのセッションに来たことは本当に正解だと思ってます <laughs> ありがとうございますなぜかというとですね、やっぱりこの生命科学は今本当に面白い時代になってるんですねで私がこのゲノムの授業をやってるのもその流れに乗ってるんですけれども 2003年にヒトゲノムが解読されてからこの15年間でもう一気にゲノムの解析っていうのが発展してそれによってできることとかまあやることとかできそうなことっていうのがものすごく変わってるんですね。で15年前にはヒトゲノムを読むのが今の10万倍。 の価格がして価格コストがかかっていたのが今はもうその 10, 10万分の1のコストでできてしまうとでそうなるとその人のえ根本の情報を まあデータっていうのがもう簡単に取れるようになってきていてじゃあそのデータが大量に集まってそれを使って何をするのかどういう価値を見いだしていくのかどういう未来を作っていくのかっていうものすごく面白い時代になっているなと思っています。でこのすごく面白い時代に、あのー、皆さんと一緒にこう生まれてこう何かしらイノベーションを起こしたいと思っている皆さんがまあここに集合しているっていうことが今日本当に素晴らしい機会だなと思っています。 でえー、まああの、まあ、バイオテックというか、まあ、今日はヘルスティックっていう名前ですけれども、まあ、私がやっているのはそのゲノムデータから読み解く読み解かれた、まあ、研究成果っていうのを まあサービスとして、まあ、社会に提供していくっていうことと、まあ、それによって、まあ、結果的にデータがどんどん蓄積して研究自体がサイエンス自体が進化していくっていうその仕組みを作りたくてあのジンクエストっていう会社を作っていますで、えー、それによって、まあ、大学の中で私は研究してたんですけど研究してた時よりももう何十倍もの,あの研究のプロジェクトを回してでそれによってジンクエストを立ち上げなければ 明らかにならなかったような研究成果を学会発表とか論文発表にできていることっていうのは本当にこの時代だからできることだなと思っています。で今は、まあ、ゲノムだけじゃなくていろんなその生態分子情報ですとかそれこそ IoT を使ったデバイスを使ったデータっていうのがどんどん出てくる中でそれを活用してまあ どういうことをやっていけるかっていうものすごくいろんなチャンスがあるところだと思うので、まあそういうところもちょっと話していければいいかなと思っています、はい。ありがとうございます。じゃあ次に久保田さんお願いします。はい、えー、久保田です、えー。まあ今高橋さん言ってるここの部屋に来て正解だったと思っていただけるかどうかということに関してはちょっと不安が実はあるんですが、<laughs> だけどあの一方あの高橋さんおっしゃったことに僕も非常にあの同じだなと思うのは。 まあ、あいろんんなもののコストがが非常に下がってるんですねだから私たちがやってるのもその、まあ、スマムの一とは言わないんですけれどもやはりあの各病院にしか置けなかったようなまあ医療機械高額医療機械ですね CT だとか MRI とかそういう機械がありますけど我々の眼科でも OCT っていう、まあ、あの CT って何千万円かする機械あるんですけどもそういうものをあの我々は今千分の一ぐらいの価格で提供できるようになったので、まあ、その診断装置がどんどん各個人に 伝わるるる、まあ、普及する時代が来てているといとう,うに感じてますで、それをが起こることによって、まあ、大量の,その生態情報というのが、まあ、あの解析を解析することができるようになってで、そうすると今まで全く見えなかったものが見えてくるんじゃないかなというふうに思ってるわけなんですね。目というのは、まあ、あの我々眼科分野の診断に今、特化してますけれども、体中のいろんな部分でその生態情報がリアルタイムに取れることによって、今までは1年に1回とか半年に1回、 検診を受けたり、病院に行ったりして、まあ、点でしか物を見てなかったのが、非常に継続的なその流れの中でいろんな情報が細かく見れる、しかも、えー、ローコストで大量に見れてで、その大量にあるデータを医師一人一人ではとても分析できませんけれども、それを AI で分析することによって、今まで見えてこなかったトレンド、こういうような状況が現在ある人は、将来どのようなことが起こっていくか、いろんなことが見えてくる。 時代にななるるんじゃいいかというのが期待されているわけでありますそういった意味では医療費がどんどん高騰している中でどうやってその医療費を抑制するかという中でなるべくその人を介さずデジタル技術を使って人を健康に、えー、の状態を維持してでその医療に、まあ、お世話にならなくていい状態にするそういうことが ああ IoT の普及に伴ってできてくるんじゃないかというふうに、世界で考えられているので、皆さんもチャンスがあれば、そういう分野に出ていけば、でいろいろビジネスチャンスはたくさんあるんではないかというふうに感じている、そういう次第でございます以上です。 やっっぱりデータのととこころが大きいってことですよねそうですね、うん、まあ今、アンスーパーバイーズ AI とかありますけれども、やはりこの答えが何かわからないもの、うん、ここに何かあるけれども、どういう相関がえて何か目的がないけれども、うんうん、ここに何かあの有用なデータがあるんじゃないかっていうものに対するマイニングができる時代に今、なってきているので、そういった意味では、マシンラーニングしても、いろいろな分野の,そのニューラーネットワークにしても、AI が発展してきているので、それを医療データに駆使するっていうのは、ものすごくあのビジネスチャンスがあるというふうに感じています。 今おっしゃってたのってそのデータを取れるデータがの数がもう圧倒的に増えたっていう話と高橋さんの方はその解析の方がものすごくえと解析技術が発展したことによってえとまいろんなできなかったことがえとできるようになってきたということでまあそういった意味では今まではそういったそのバイオに特化した研究者だけ。 がが、えっと、できる分野だったのが今,今後はその、まあ、一部その例えばデータサイエンスの専門家とかができるあの役割みたいなのが出てくるっていうそういう感じですよね。あの えと平手さんはその湘南イノベーションパークの方でいわゆるそのいろんな方々そういうい研究者とその医療のかクリニック認証の方々とあとはあのいわゆるビジネスの方そういういろんな人たちをこう合わせることを支援されているって先ほどおっしゃってたんですけどその辺のこととかあと今起きているそのイノベーションについてちょっとお話をいただけますでしょうか。 えとどういうトピックが一番こ,のここにいらっしゃるオーディエンスのハートにフィットするのかですね考えながら進めたいと思うんですけど、えー、と最初にこうアイオープナー的にお話しすると先ほどから AI の話が出ているので私の知識、経験からでもですね例えばアフリカ54カ国で医療の制度を必死になって整備をしている国々がたくさんあります。でそこへ行くと国民何人に人一は お医者さんが1人必要だとかいう統計データを先進国は比較的押し付けるんですけどもそこで現地で話をしてるといやもうお医者さん医者の,医師,の医師をまず国家資格を整備して何人お医者さんを育成してやるともう20年計画になっちゃうとそれよりは AI ドクターを持ってきて AI にもうその検査データを読み込ませて 病気を判断させてそれの正解率が70%だったらすぐスタートしたいとで日本とかアメリカだったらなかなかそう考えないんですね先進国は逆にお医者さんの制度が医療制度がもうしっかりあるのでお医者さんに判断してもらうのが当然なんですけどあのちょっと前思い出していただくと電話が普及するなんていう昔もう随分昔の話みたいに聞こえますけど。 中国お隣の国の中国で固定電話なんて全然普及してなかった整備されてなかった時代がほんの数年前数十,十何年前かなかそこへ固定電話の普及なんてもうやってられないので飛び越えて携帯電話に来たわけですねでもう完全に今スマホが当たり前になって全員持っていて固定電話を普及させるっていうステップをもうすっ飛ばして国づくりが進んだじゃないですかそうなると 先進国が長年やってきた医師がいて看護師がいてなんていう制度をすっ飛ばして AI とか全く新しい考え方で医療制度をとにかく作るとお医者さんがいなくて目の前の患者さんが亡くなっていくよりも AI が少なくとも判断して,きてくれて薬が出るとかこれは中央の病院で再検査した方がいいとかっていう指示ができたらその方がいいこれはもうアフリカで現場で聞いた話です それはあのあの医療の観点からはすごくあの選択肢を増やすということもあるし、えー、皆さんのようなエンタープレナーシップを考えるという意味ではもうビジネスチャンスが山ほどあるのでそのテクノロジーを考えヘルステックというテーマになってますけどテクノロジーを考えるときに先進国の中に引き当てるそのテクノロジーをアプライするだけじゃなくてグローバルに考えると 全然違う形で、そのテクノロジーがうわーっと生かされる場合があるっていうのを考えると、少し視野が広がるようなあ気がします。で、あと、まあ湘南の話は後ほど話の中で触りたいと思うんですけど、よろしいですか？はい、ありがとうございます。えっと今。 本当にまさにおっしゃるようにあのどのど結構いろんな業界でそういう,そう,いうことが起きていて、まあ、金融もそうなんですけど、えっと、いわゆるその銀行のインフラがすごいあの発展している例えば日本よりも、えっと、中国や、えっと、インドとかがリープフロッグしているという,ふうに言われているんですけどその場合、日本においてのイノベーションっていうのってどういうようなところにあるとお考えでしょうか、えっと、じゃあ平手さんお願いしていいしてですか。 に日本は金融のところでというとちょっと私分野が違うのですけどあのイノベーションあの日本政府は第一安倍内閣のところから始まってずっと日本の将来未来はイノベーションで作るんだとずっと言ってきてるんですねあるいはグローバル化で作るんだとだから地球儀を俯瞰する外交とか言って政府も一生懸命外へ出ていくし我々民間側も外へ外へということで。 こう例えば、武田駅付があシャイヤーという,こうヨーロッパの会社を買収に動く7兆円でいくというのは、まあ、あのソフトバンクがあもう3兆円でいったのが今で一番大きかったですからそれの倍以上のものをいくわけですけどもやはりイノベーションというところでもうとにかくそれを磨き込んでいくという思いとグローバルに戦うという流れの,このこう国の戦略に沿った方向性にぴったり一致しているわけですよね。 で社長と一緒に私のボスは社長はフランス人ですけどその彼と一緒に日本政府のまあ菅官房長官に会い何大臣に会いってこう一回りするともう武田頑張れ頑張れなんですよ。その日本が目指すイノベーションで国づくりをするんだっていうところにやはり頭があってそのイノベーションをどういうふうに作ったらいいんだっていうのをいろんなオプションがあるわけですよ。で我々が今買収をするっていう意味ではそこの 自分たちの弱いところを保管したりあるいは強いところをさらに強めたりあるいは違う観点でここの部分が面白くなりそうだっていうのをやってみたりあるんですけどそのイノベーションの取り組みの仕方を考えたときに産官,学産,業あの産官学連携とか言われるのがもう20年ぐらい日本では言い古されてきたんですちっともうまくいってないでもう全然うまくいかないから産官学連携を頑張りましょうなんていう声がいっぱいである。 相変わらずあるでこれはあの一つ一つの分野私動物園って呼んでるんですけどもう基礎研究をやってる PhD とか臨床を開発する MD これはメディカルドクタークリニシャンですよねでマーケティングをより MBA の連中とかもう全然分野が違うとその人たちが話が合わないんですよ。でこれは分野の違う人たちが話し合うやり方をノウハウを身につけないとイノベーションは出てこないと。 いいうふうふに思いますで我々武田は今あの先ほど湘南の話ありましたけど湘南のもうほとんど世界一と言っていいと思うんですけどその基礎研究所を開放してベンチャーの方々に来ていただいていろんなあのあのこうワイワイガヤガヤが始まってるんですけどそのベースになったのはやっぱりアメリカの東海岸なんですね。でケンブリッジボストンのあたりにおそらく10マイル四方ぐらいのスクエアに。 もうヘルスケアに関しての世界中のサイエンティストが来たいと思う分野が分野あの部分があるんですよ。街角で私がスターバックスに入ってうわっと思ったのはこっちのテーブルで MIT の人間が話してるこっちのテーブルでハーバード・メディカルが話してるここで武田とノバルティスの連中が話してるそれが日本の街角で起こるかって言ったらないんですよ。これ全然違違うう会社や違う分野の人が、が、アアカデミアが あああの民間企業が何がっていうのがいろんなところでいろんな話してるんですよねあの,そのエコシステムと言われるその有機的なつながりっていうのはやっぱりイノベーションをはっきり生んでいてそのノウハウを今日本へ持ち帰って湘南を面白くさせようとだそこには武田薬品が持ってる本当は門外不出だった違う動物たちをつなぐノウハウをさらけ出して あのその来ているベンチャーの方に提供するなりして、えー、話が始まったで、もうすでに面白い話が動き始めていると、そういうふうに実感しています、イノベーションというのはやはり違う人種の人と交流して、一緒になってアイデアをもらわないといけないんだというふうに実感していますまさに、シュンペンターが言ってた、異質のものをこう組み合わせることがイノベーションということで、まあ、それが今おっしゃったように、えー、とアメリカでの強みっていうところですよね、それをまあ日本にという。 あのそういった意味ではあの高橋さんと久保田さんはいらっしゃったそのいわゆるアカデミアであったりとか、まあ、医療業界だったりそこから、えっとまあ、飛び出して、まあ、まだあの在籍そこから、えっと、イノベーションを起こしていくというよりも会社を起こしてあえて会社を起こして。えっとイノ イノベーションを起こしていこうとされているというかいされたじゃないですかそ,れはその理由とかその背景というのを少しお話しいただけますでしょうか。えっとそうですねあの、えー、まあファーマスティックから私たちはまあ医療最初はあの薬品の開発やって、まあ、今も薬品の開発をメインにやってますけどそういうあ,のあるいはエンジニアリングの,あのこういう。 デバイスあるいはソフトウェアそういうあの AI の技術を今あの開発してるわけですけれども、このようにあのマルティディスプレイなものをやるっていうのはなかなかこの大学には馴染まないんですね。大学はそれぞれの教室がそれぞれの専門をめちゃくちゃ深く追求するっていうことが大学のま役割であり、まあ、それがあのより新しいその研究の 成果を生み出しているということですけれども僕らのアプライドサイエンスというかそ,のそれを応用して社会に役立てていく時にはいろいろなそのあの分野の人たちが、まあ、イノベーションを起こすためにも必要ですし同時にそれを事業化するためにも必要なんですね。もちろんその e サイエンスだけではダメでい,いサイエンスをどうやって開発するデベロップメントの力も必要ですしそれが各国における 規制ですね今、個人情報の保護というのは EU には非常に規制が高まっていますし、各国によってその個人情報の保護の法体系、あるいは規制も違いますそういうものも理解しなければいけないし、マーケティングも理解しなければいけない、そういうマでティデスプリイなりなチームを作るというのは、なかなか大学では、まあ、あの本来大学の機能でもないし、大学が得意とするものでもありませんので、それは起業化した方が有利だということで、まあ、起業化してやっているということがあります。で、まあ、あと、イノベーションに関して言えばです、ね、あの私の,まああの非常に、 限られた経験から、まあ、あの申し上げるので必ずしも合っているかどうかわからないんですけどやっぱりそのものすごくプレッシャーがかかっている状態で、えー、まああの不安定な状態というのが社会にあることによって生み出されてくるものではないかという感じを持っているんですね。まあ、アメリカが非常にイノベーションが得意だと言われていますけれども、まあ、例えばイスラエルとかそういう国も得意だというのはいくつか言われていて一方で日本とか欧州とかドイツ、フランス、イギリスはそれほど得意ではない。 アメリカでも今 FDA が認可する薬毎年25品目前後ありますけれども。 67割はベンチャー由来という時代になっているんですね、昔はもうお手製薬企業から新薬生まれてきましたけれども、今はもうベンチャーからしか生まれなくなってきてるんじゃないかといって、お、まあ、手製薬企業はそれを取り入れて、販売は世界にするけれども、もともとオリジネートしたそのシードというか、ですねアイデアはベンチャーから出てるという時代なんですが、それはなぜかというと、やっぱりベンチャーはまあほとんどが失敗して消えてなくなるという、そのプレッシャーの下で仕事をしている、イスラエルも何か判断を間違えたら、もしかしたら国が消滅するかもしれないというプレッシャーの下で、必死でやってるって、そのやっぱりあの、 不安定要素が社会にあるという、まあ、あ,のある意味、なんてうんですかね、その大変さっていうのが、あのイノベーションに反映されている気がするので、まあ、日本でイノベーションが起こるかどうかということは、そこはちょっと鍵なのかなって、日本は非常に居心地がいいし、暮らしやすいし、大企業に入ればそれなりに安定しているという、今の皆さんの,このマインドセットがあるという、まあ、それは素晴らしい国で安定しているということにはあの他ならないんですけど、それが果たしてイノベーションに適しているのかなっていうのは、あの外にいて感じることがございます。 以上です。ありがとうございます。高橋さんはあの？私はもともとその大学で研究をしていて、まあ、ずっと大学に残って、将来はまあ研究者になってまあ、教授になってっていう。その研究者としての王道の道を。 まあ歩みたいと思って大学,あの大学院に博士課程に進学したんですねでもあのやっぱり今ある研究成果をじゃあ誰が社会実装するんだとかあの外の大学の外の力をレバレッジを利かせて、まあ、サイエンスをどう加速していくかっていうのをあのまあ研究室の先輩とですねもうずっとディスカッションしていて。 でその結果、やっぱり今の,、まああの会社を立ち上げたわけなんですけど今のその仕組みを作ることがあの、まあ、ロジカルに考えて一番いいということで、まあ、会社を選んだんだですね会社立ち上げることを選んだんですねだからその、まあ、起業したいとかあのそういう気持ちは全然なくてですねあの普通に一番最適なあの道を選んだっていうだけですって。 あと,あとはその個人的なそのキャリアとしても例えば大学にいると、まあ、自分がどれぐらい頑張るとどれぐらいの研究成果が何年で出てそうすると何歳で准教授になって何歳で教授になってとっていうのが、まあ、大体もう見えるんですけどでそれが自分の努力でものすごく縮まることはなかなかないんですよね、まあ、20代で教授になるとかはもう,もうほぼありえないですよね。でそうすると、まあ、普通に考えてあのリスクだなと。 で起業した方がリスクが、まあ、どう考えても少ないと思って、まあ、起業したというところはあり,ます、はい、ありがとうございますあの目的ではなく手段だったということですね,そうですねあの研究者もやっぱりその生き方っていうのが多様化していくと思っていて、まあ、ただ単に大学の中で研究するだけじゃなくて、まあ、それを外の世界に持っていってあの、まあ、起業するなり何な,なりそのやっぱりこう いろんなその先ほど平手さんもおっしゃってましたけどいろんな才能の多様性まあ多様性っていうとすぐ女性だとかすぐ外国人だとか言いますけどそうじゃなくてタレントのまあ才能の多様性っていうところをマぜこですることでイノベーションが起きるのでまあその中の1つとして研究者とかアカデミアの人もやっぱりその,あのイノベーションの輪の中に入っていくでそういう生き方をしていくっていうあの選択肢が出てきているのでまあそういう生き方は増えていくんじゃないかなと思いますね。 じゃあ今後、イノベーションというかそういった多様な人材が大学に集まってきたりした場合はもしかしたらそ,その時代はもう大学を出て起業するというよりもなんか別の選択肢も出てくるかもしれないということですかね。 ありがとうございます。あの、ちょっと一旦イ,イノベーションのテーマから離れて、えっと、まあ、具体的に、こう、今、関わってらっしゃる分野での起きている、イノベーション、イノベーションって言うとあれですけど、起きていることについて、ちょっとお話をしていただければと思っております。あの、久保田さんは、えっと、IoT を使った、えっと、医療デバイス、 あるいはその AI を使ったあの解析データ解析をやってらっしゃるんですけどちょっとあの今やってらっしゃることとかについてお話しいただけますでしょうか、はいえー、と私たちが今やっているのは、えー、まあ新しいその光を発信するまあそういうあのまあ半導体を使うことによってまあ従来ものすごくあのまあコストがかかっていたその まあ、あのセン,シング技術を非常に安価にすることによって、えー、各家庭でリアルタイムで目,の目から情報が得られるという、その目の診断をするという装置をまあ開発してます、でまああのーまあ、確かに我々メディカルデバイスなんかをやったことない会社がやってるわけですけれども、まあ、幸いこれ、誰も、世界で誰もやったことないことをやってるので、そういった意味では我々十分十分、賞賛があるという思いを持ってやってます。で えーまああのー、大きなデータを見ることによって今まで見えなかったものが見えてくるというふうに考えてますし目というのは透明な組織でありますので体の中で唯一 まあ血管が見えるという組織であるということであったりあるいは目というのは脳の一部でありますから網膜を判断することでいろいろ脳の状態も分かってくるということがございますだからそういった意味では例えば血管を見ることによって動脈硬化だったりその人のエイジングのプロセスだったりそういうことが分かってきますし、えー、網膜のその光に対する反応あるいは、えー、腰だとかどういうふうにものを見るかというその動きからまあ脳のプロセッシングの状態がいいのか悪いのかということも分かっていますいろんなことがその、えー、目っていうのは ま癖が出てくるわけけですけどもそれを見ることによって、えーまあ、目だけの病気だけではなくていろいろな体中の病気あるいは脳の状態そういったものが えまあ診断できるる時代が来るんじゃないか、まあ、内科の先生ではまず網膜を見ることによって動脈硬化は判定しますし、えー、網膜に出血があるかないかで糖尿病の進行具合を見るわけですね体のほかの部分は影しか見れない MRI にしても CT にしても影にしか見えないのが、まあ、網膜に関してはまあ細胞レベルまで今直接可視化できるという まああの特殊な臓器でありますからそこからリアルタイムで非常に安価に、えー、膨大な情報を集めると今まで、えー、分からなかったそういう病態,病態やその人の健康状態が、まあ、把握できて。で まあ、目の,あの病気の多くはです、ね、なかなか初期の変化っていうのは自覚症状がないので気づかないんですね、で気が付いたときには緑内障でも、あるいはカレー黄斑変性症で糖尿病性網膜症でも気づいて、自覚症状が出るときには、かなり病気が進行しているということが非常に多いので、それを、まあ、家にあるもので、まあ、鏡を見るような形で自分の目の状態を把握すれば、 え非常に早期発見ができますから、自分のライフスタイルを改善することによって、場合によってはもう医者にも行かなくていい、薬も飲まなくていいという状態をより長く維持することもできますし、毎日病気になったとしても、早期発見、早期治療ができるので、よりローコストの医療でまあ予後がいいという状態がまあできてくるんじゃないかって、それをあの目指して、我々は今、デバイスを開発しているという状態でございます。 こちらって1回その、えーとにえーと、承認された場合って、えー、とど,どれぐらい時間かかるものなんですか、その市場に出るまでって。それはもうあの、われわれがどれぐらい資金を投下するかとか、マーケティングにどれだけ成功するか、それをどうやってうまく説明していくかということになるので、まあ、速やかに広がっていけばなと思いますけれども、少なくとも。 その世界中の人の,その医療を今の,この医療費の医療費体系ではですねまあ賄うというのは事実上無理があるということがありますのでいかにローコストでやるかというと人を返さないでテクノロジーでやるというニーズは間違いなくあるんですだからそういう意味では遅かれ早かれまあ誰かがやることだとは思いますしそれはもう不可逆的にそちらに行かざるを得ない。 方向性だと思ってます最終的には人のクリニカルデータ、生態情報というのが一番価値ある情報ですし、それをどうやって分析して、それをその方々一人一人の,、えーまあ、あの人にです、ね、還元して、より健康で、まああのえー、いい状態で一生生きていけるかということが、まあ、あのみんなの個人個人の願いだと思いますが、それをどう実現していくかということに対しての異論はないと思うんですね。健康に長生きしたいいいうニーズだけは間違いなく あることが分かっていて、いそれが IoT であるとかセンシング技術ですとか AI である分析技術そういうものができてきてそれがまあ可能になってきてるんですよあとは個人情報をどうやってきちっと保護してそれがマイナスの形で使われないように本当にえプラスの形で使われるようにその仕組みがどれぐらい追いついてきてなおかつ啓蒙が進んで、まあ、それがあのいろんなところにあの浸透するかまあ 先ほどあのお話があったようにアフリカみたいにもしかしたら全然その今医療がないところの方がそういうのがものすごく早く進む可能性もありますし。 どうしてもその民主的にプロセスを進めていく中で個人情報の扱いっていうのが非常にまあ困難になってきて、どんどん例えばヨーロッパではそういうことがやりにくくなっているわけですね。当然あの個人情報っていうのは一度出てしまうと二度と元に戻らないし、不にまあ不利益にあの働くこともありますから、そういった意味では民主的なシステムではそれがなかなか浸透するのが難しいかもしれない。一方で中国みたいにある程度まあトップダウンでバッとできるところの方がそういうものが普及するかもしれないんで、国家の制度とかそういうレギュレーションそういうものによって。 われ、えー、我々が提供しようとしているこのデバイスこういう仕組みっていうのがあの浸透するスピードは変わってくるように感じていますもう起業された段階で、まあ、今の話を伺っていると、まあ、あのグ,ログローバル展開っていうのはあので,できる技術なのかなっていうふうに思ってるんですけども起業起業というかあのもう最初からもグローバル展開をあの視野に入れて えっと、会社運営されているんででうううそすねもう私はあの一番最初にこの会社を作ったのが、まあ、あの子どものころに、まあ、日本人がとして、ねまあ、1970年代というのはすごくアメリカでも反日教育が盛んだったので日本はもうのまねばかりしてこう、まあ、いろんな大手電機メーカーがアメリカの半導体のインテリアいろんなテキサス電鉄の技術を真似したりとかっていって、まあ、すごく貿易摩擦とかが盛んで。 まあ,ある意味日本を脅威に感じていたがゆえに日本をバッシングして日本を潰さなきゃという雰囲気の中で私、小さい頃アメリカに過ごしたことがあったので日本はモノまねだけではなくてイノベーションが起こせるということを世界に発信していくというのがもう私のもともとの企業の根底にあるものなのでそういった意味ではグローバルにやれるものだけに関心を持ってやってきましたし医薬品にしてもこの医療情報にしてもよくも悪くも国境がない分野ですのでいいものであれば世界の人が使う世界にまあみんな健康で長生きしたいと というニーズは世界中、どの民族、どの宗教の方でも持っているニーズですので、そういった意味ではグローバルにできますし、むしろその開発コストが非常にかかりますので、グローバルに展開することを視野に入れないと、そもそも経済合理性もないという、両方の面からえまあ,あの我々やってることはすべてグローバルに展開することを前提にやっているので。 現在もアメリカとヨーロッパと日本の三局でまあ開発を進めているという状況でございます。ありがとうございます。<あ>ちょっと私からあのもう久保田先生のおっしゃっていることにほとんどエコーなんですけど、ヘルスケアの分野は本当に国境がなくてですね、えー、人類全体にあの役に立つので。 まあ、ある一定のテクノロジーがポップアップするとそれが世界に広がるスピードというのはおそらく強烈だと思いますだからそういう意味ではビジネスチャンスがいっぱいあるということであの理解をされたらいいのかなというふうに思いますであの一般にこう新しい先進の分野に足を踏み入れたいあるいはそこにいるあるいはビジン自分のビジネスライフをそこで行きたいと思ってらっしゃる方にヘルスケアってどういうふうに捉えたらいいかなかちょっとだけ紹介をしたいんですけどいいですか。 あの今までヘルスケアはそのコンサンプションベースって言って日本は国民皆保険とかあのユニバーサルヘルスケアカバレージと言って健康保険証を持っていればどこの病院にも行けるんですねで3割負担で必ず医療行為が受けられるで,でも、そこでやられていたのは例えばうーんどうかな、これ、風邪この薬出しとこうかとかいう話ってよくあったでしょ会話があると思うんですよ。 で薬をもらって、まあ、若い人だとまあそれでんちゃんと飲んで治してまた頑張って仕事しようなんですけどおじいちゃん、おばあちゃんなんかなるとです、ね、薬袋を両手にいっぱいもらって帰ってきて家に帰るとちゃぶ台の引き出しに入れて飲まないんですよなんかもう薬かもらってきただけで治っちゃったような気分になっちゃうようなね。うん、医療は施しだったそういうふうなイメージが長かったんだと思うんですけどヘルスケアをこれではだめなんですね。でヘルスケアが今後どうう変わるかっていうのは、あの 今まで、えー、検査なら検査をする手術をする薬をも投薬をする等々でやればやるほどそれに対して保険の機構からお金が医療機関に戻ってくる、まあ、リンバースメント保険償還と言われるものがあるんですけどもそこにはどうしても無駄が多いんですね効かないか効くか分かんないけど一応薬出しときましょうかって。 こういう会話って今までいっぱい経験してると思うんですよ。でこれは日本の例えば日本の医療制度の無駄をたくさん生んでいて本当に役に立つものだけが医療行為として認められる時代にならないといけないんです。でそこにはビジネスチャンスが実はたくさんあって、えー、そのコンサンプションベースの使われたらあるいは医療行為があったらそれは全部お金になるといった時代をやめてバリューベーストヘルスケアっていうんですね。ヘルスケアがあの価値 バリューですよバリューベーストってことは皆さんが例えば頭痛が痛い頭が痛いと思って頭痛薬を例えば1ドルで1ドルじゃないな100円で100円で頭痛薬を1錠買ってきて飲んだとで3時間ぐらいで頭痛が取れるとまあ価値がありますよねおそらくねああよかった頭痛いの治ったの思んですけどそれが24時間経っても治んない48時間経ってももっとひどくなったっていうとあの薬は何だったんだってなるじゃないですか。 これはあの100円の薬に価値がなかったということですよねだったら100円返せですよそれを単純にやろうということですねバリウェイスティヘルスケアっていうのはその無駄な検査にはお金を出さないし効かない薬にはお金を出さないし手術だって本当は胃を半分残せばいいのに全摘出だって言って一極で決めてオペ代にの患者さんが乗っかった時は,はい、胃がん全摘出ですってもう決まっちゃってるわけですよ 本当はお腹開いたときにどう切ればいいか検査ができたら変わるんですよもうそういうものが1から10までまだまだ無駄が多いでそうなると本当に価値のあるものを見極めるためにはその例えば手術をした後とか薬を飲んだ後のその人の動向を追いかけないといけないんですでこれは医療データの枠を超えるんですよあのこの中にも関係される方いっぱいあると思うんですけども 要するにビッグデータのリアルワールドデータからビッグデータへ広がっていくので薬を飲んで退院をしました2ヶ月自宅療養をしました3ヶ月後めには例えばエクササイズでスポーツジームにも行きました社会復帰して仕事も開始しましたこの仕事に戻りましたなんてのは少子高齢化であの労働人口が少ない日本で貴重なデータなんですけどそれが医療行為にフィードバックなんか全然されてないんですよ。 ですから最終的に日本という社会に患者さん本人もそうですけど役に立つものにはいっぱいご褒美を出そうとでその場しのぎでわけわからなく出てるものは減らそうよとでこれをです、ね、社会全体でやらないといけないんです。 私、今日昨日着てた G パン T シャツでここ出てくればよかったなと今思ってるんですけど、ちょっとこんな格好してきましたけどね、その今、私が一生懸命勉強に行くフォーラムなんかは、やっぱり G パン T シャツを着た皆さんがビッグデータの話を議論しているようなところにしょっちゅう行きます、そこに答えがあるような気がしているので、どうやったら医療行為、まあ、薬なら薬の価値を社会的に見極めることができるか。 で、個人データをどう加工して、マスキングして、社会実装に役立てるか。この5月から、あの、日本の個人で、個人情報保護法は改正されてますよね。で、マスキングして活用してくれと。 世耕大臣が一生懸命引っ張ってるのでそれを理解してそのデータの活用っていうところを生かして例えばヘルスケアであれば本当に役に立つバリューがあるものなら認めましょうっていうシステムを作っていく大幅なこれ社会転換になるのでシステム転換になるのでその方向に行くとそこに いろんな分野の全然医療と関係なかった人たちの出番がたくさんあるんですよビジネスチャンスの塊だと思いますヘルスケアが将来必要なくなることは絶対にありえないのでそこの分野に飛び込んで成功することは大きなビジネスチャンスになるんだろうというふうに思いますありがとうございますあの、まあ、そのバリューベーベススとヘルスケア のああのについて触れていただいたのとやっぱりデータ活用がすごいあのキーなのかなっていうふうにあのう受け取ったんですけど、えっと、その中で、えっと、今話題になっているその個別医療そのプレシジョンメディスン についいて少しあのお話し話ただけますでしょうかえっ、ー、とじゃあ平手さんはいあのプレシジョンメディシンとかテイラーメイド医療とか個別医療とか要はそのワンフィッツ・トゥ・オールではなくて例えばそのお腹が痛いと言って飲む痛み止めが皆さんに効くというそういう話ではなくそういうのはもう安いジェネリックにお任せをしてその一定の患者さんのグループで がんでこういう症状がある人にはこういう手術がいいとかこういう薬がいいとかあるいはあその全く違う病気で難病があってこれだったらここにもうグループを特定してそれにプレシジョンメディシンって別にメディシンってあのあの薬だけの話じゃないんですねその,そのグループに適正にフィットした医療行為をするという意味なのでそれをデザインをしていくと。 それ以外のその,そのマスの外側についる人にはその医療行為はしなくなるので先ほど言った無駄が省けてくるのと逆に効くか効かないかわからないのに抗がん剤を飲んで髪の毛は抜けるわ下痢はするわ苦労してたのが効くというふうにある程度特性された状態で薬を飲むことができるしその再発が転移がないという状態の手術の仕方切り方をしてくれるのでもう全然将来への希望が開けるわけですよね。 プレジンンメディシン、まあ、これワールドエコノミーフォーラムが使い始めているのでおそらくテイラーメイド医療とかいろんな言い方をしていたのがプレジジョンメディシンに集約されていくかもしれませんけどそのイメージでこう個別医療を見ていくとそこにはやはりまた先ほど言った新しい技術があの投入されてくるようなそんな場面があるんだろうと思います。 私も何,何社かあのです、ね、プレシジョンメ、遺伝子を使った、えーと、遺伝子解析を使ったそのプレシジョンメディスンの会社にお会いしたことあるんですけど、その分野について、えー、とどこまで進んでいるのかっていうのを、高橋さん、ちょっとお話いただけますでしょうか、いわゆるその遺伝子解析その遺伝、この人はこういう遺伝子を持ってるから、この,この、えー、と薬は合わないだろうとか、そういう。の 今やっぱりそのプレシジョンメースンっていうと特にがんの領域が進んでますよねでそのまあ遺伝子を調べるっていってもその生殖細胞の遺伝子じゃなくてそのがん細胞の,あの遺伝子を調べてそのどの抗がん剤がいいかとかあのその抗がん剤の投与量を決めるとかっていうその個別化医療が今あの主だと思います。でえーまあ、今はそのがん がメインですけどそのがん以外の,あの疾患領域であったりとかそもそも疾患ではなくてプレシジョンなんだろうメディスンだけじゃなくてプレシジョンヘルスケアとかあの、まあ、予防の分野とかその健康の分野とかあのもしかしたら美容とかあの、まあ、食事とか運動とかそういうところにもあのプレシジョンっていう考え方はあの広がっていくんだろうなと思っています。 でやっぱり食、まあ、にしても健康にしてもあの特に日本だと今、人口がその増えていかない中であの、まあ、消費者の母数は増えていかないんですよねだからそのいかにその個別化をあの推進して付加価値をつけていくかというところがそのビジネス的な観点ではあの今後、大事になってくるんじゃないかなと思います。 ありがとうございます、えっと。おそらく質問タイムまであと3分になるんですけど、えっとまあ、その日本の医療費を減らすっていうのが1つの命題で,で、まあそのえっと、もしかしたら1つのやり方としてはあのデータ活用。で、 あのもっとより,より効率化していくっていうのがあるのかなと思うんですけど、その辺って、そのじゃあ、何が今、ハードルになっているの技術技術的なハードルなのか、それとも規制なのか、それとも人材なのか、ファンディングなのか、どうあの3名にお聞きしたいんですけど、どこがハードルになっている感じでしょうか。まあ、あのいろんなあのハードルがあると思いますけど、まああの、技術的な部分が大きいんじゃないかと、私は個人的に思ってます。というのは あのまあ、あのこの薬剤の効果っていうのを、まあ、エ,フエフィカシーっていうのがありますけどでも実は世の中で重要なのはエフェクティブネスっていうところでその違いは何かというとその実際に臨床試験をやったときに効果があるかないかっていう非常に限られた枠で効能っていうのは決まって世の中に売り出されていくんですけど実は薬が飲む人もいいきちっと飲む人もいればいい加減に飲む人もいるしあるいはその副作用が思った以上に出てしまって飲めない人もいたりとかってリアルワールドに出ていくと薬の効果ってものすごくばらばらなんですね。 と思いますがある種の。 えー、頭痛薬は自分には効くけど、他のは効かない。で、他の人はまた別の頭痛薬効くっていう感じで、痛み止め一つをとってもすごくあの個人個人違う薬がより効いたりするっていうことがあって、それが十分今分析されてないんですね。だから我々が持っているような機械を使うことによって、世の中に出した薬が本当にその後その人に役立っているのかどうかっていうのをリアルタイムで分析すれば、役立っているものには医療費を支払うけれども、実は効いてると思い込んでたけどもよく効いてないっていうことがリアルタイムでわかるようになれば、そこにはじゃあお金は出さない。 っていうことが技術的に可能になってくる。今はそこがまだできないんですね。実際にじゃあ例えば患者さんが半年に1回来ていて例えば。 眼圧を下げる、血圧を下げるっていうのも、下手をすればです、ね、あした病院に行かなきゃいけないからって言って、突然薬をつけて、病院に行って、そのとき測ったら、血圧は下がってる、眼圧は下がってるけれども、半年間見てないときは全然飲んでなくて、血圧が上がってたら、眼圧が上がったってよくあって、それでどんどん病気が悪くなってるっていう実態があるんですけども、今、それを把握する方法がないし、コスト的にも毎日病院に来てもらうわけにはいかないので、無理なんですよね。で、そういったことがテクノロジーの進歩によって、リアルタイムで把握できれば、本当に効果があるものはどれで、本当に実はその患者さんの、 そのまあ、あの遺伝的な体質によるその適あのその薬と合わないもありますしその患者さんがそれを取れるかどうかというそのライフスタイルからその薬に対しての適応いろんな理由でその合う合わないというのがはっきりしてきて。 効果があるものでだけが、まあ、あの、評価されて、それに対しての医療費が、こう、支払われる、そういう時代になってくれば、まあ、医療費も抑制されますし、だから、そういう意味では、私は技術的なバリアが、非常に大きいのではないかというふうに、個人的には感じています。ありがとうございました高橋さん、お願いします。私は、あの、意識的なバリアっていうのがあると思っていて、で、そのデータ活用を、が進むときのメリット、メリットというか、チャンスっていうのがあるんですけど。 何かっていうと例えばこれまでそのゲノムデータが簡単に取れなかった時代っていうのはその知識のある専門家、まあ、偉い先生が仮説を立てて過去の試験に基づいて仮説を立ててでその仮説検証のサイクルを回していくっていうのが研究だったのが今、もう先にデータがたくさん取れてしまうと。そううするとあのもう 今あの社内でもやってる研究がまずデータを取ってしまってそれから統計的に解析をしてそこから出てきた仮説っていうのを、まあ、検証していくとだからそのデータをどこどうやって持ってきて何をデザインするかっていうその未来をこう想像する力の方が必要になってくるんですねだからそのデータを活用することによって過去の知見が重要だったのが未来をどうデザインする力っていうの,の,方,の方があの重要になってくると。 でそのデータ活用についての,、まああのまあ、規制とかそれを使っていいかどうかというのも同じようなことだと思っていて、まあ、例えば今、ゲノムデータをその個人の方に開示することがいいのかどうかという、まあ、議論あるんですけどもう私から言うと本当に今更何を話しているんですかという話なんですね。あの2003年にヒトゲノムが解読された頃から もう分かってたはずなんですよもう将来的にはもう自分が自分のゲノム情報を知ることはもう技術的にできてしまうとそういう時代が来るのは分かってたはずなのに今更そんな議論をしてるんですね。 だから、未来はどうなっていくんだろうって皆さんが想像しながら議論すると全く別の回になっているはずなんですよね。だからそのどうやってそのまあどこを目指していくのかとか未来はどうなっていくのかっていうのを想像する力をちゃんと発揮しないとなかなか活用が進まないんじゃないかなと思っていますそのためには情報発信とかもじゃあ、ね、そうですね。あのやっぱりあの テクノロジーでできることっていうのは世界で共通ですけどそれをやっていいのかどうかっていう規制とかルールとか倫理っていうのは国によって違うんですよね、まあ、そこに、例えばここが1つの国だったらここでまた違うルールができると思うんですよね、でそういう人たちがちゃんとその未来のことを想像しながら議論しているかどうかによってここの会が変わってくるわけなんですよ。ありがとうございます。はい 平田さん、すみませんちょっと3分らいで時間がないようなんで短くいきます、はい、あの高橋さんがいい話されたので補足だけするとイメージ的には2003年あるいはミレニアム2000年の頃は国家プロジェクトで人のゲノムを読んだんですねでおそらくその頃は皆さん一人一人の自分の遺伝子情報を読み取ろうとすると10億円では効かないぐらいのお金がかかったで今は数百ドルで少なくとも自分のゲノムが読めてしまう時代になったので 自分の個別の遺伝子を DVD ロームに入れて、病院に行って、先生がコンピューあのパソコンでパパッとそれを回すとですね、あなたは75歳でアルツハイマーを65%の確率で発症しますねって言われちゃう時代になったんですね。それぐらい遺伝子情報がいろんなことに使われるし、そのデータをちゃんと活用、利活用する、それもいい意味で、えー、きあの倫理的に規制された状態で活用される必要があると。 いうのはもう間違いのない時代でそこには先ほどから繰り返し言ってますけどいろんな新しい技術にビジネスチャンスがあるということだというふうに思いますありがとうございますじゃああの質問タイムに入りたいと思いますので挙手いただければと思いますえっとじゃあ3つ4つぐらいあの全部取っていきますので質問だけでお願いいたしますじゃあえっとこちらの方とこちらの方と、えっと、はい、とあと後ろの方はいお願いいたします はい本日はありがとうございますえと2018期東京校の今野ですあのまずですね高橋さんあのこのセッションに来て正解だと思いましたありがとうございます <laughs> あのお尋ねしたいのがあのお,お三方、あの,あのどなたでもなんですけれどもあのずっと遠い将来にあの一人の人間っていうのが自分をどういう存在だと思っているのかなっていうところなんですけれどもあの。 流れで見るあの人間個人ではなく流れで見るというお言葉があの冒頭の久保田さんのお言葉にも高橋さんの書籍の中にもあったと思いますそうやってですねもう100年以上先ですねそれこそここにいる全員がそれぞれの使命を果たして何らかの貢献をしていった先の未来にあの人間一人が自分の存在をどういうものだと認識しているのかあるいは認識していてほしいのかそういうですねあの展望を聞かせていただけたらと思います。 ありりがととうございままます。す。す。2017期東京湖の北原と申します血液内科医をやっております平手さんにお伺いしたいんですけれども医療費削減ってあの喫緊の問題だと思うんですけれどもじゃ直近現時点でじゃあ無駄と無駄じゃない部分の線引きっていうのをどのようにお考えかなというのは、えー、と臨床の現場ではじゃあその目の前の患者さん を診断する過程において、これかもしれない、これかもしれない。っていうのを考えながら、最終的にあの鑑別をしていくっていう中で。あの違ったものっていうのは、じゃ無駄って解釈されてしまうっていうこともあるのかもしれないんですが。それは必要なことであって100、百パーセントやっぱり当てなきゃならないって中で。無駄もいるのかなっていうのは、臨床の現場の人間としては、思ってたんで、お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。貴重な話、ありがとうございました。深澤と申します。ちょっと。えっと、今回、お話を聞いて。 あのまあ、社会問題である医療費の削減であるとか、まあ、あの健康長寿になっていくんだろうなっていうふうには思ったんですけども、まあ、実際に医療の現場でいくとその,、まああの担い手としてはお医者さんであったりとか我々まあ患者になる患者の可能性の私たちがまあやるべき、まあ、そういった社会を作るためにやるべき役割っていうのがどういったものがあるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいです。 東京こう2018期の吉岡一と申しまますす平手さんに1点ご質問がありますあのバリューベースドヘルスケアの話についてなんですけれどもこれは聞いたら、えー、支払いを聞かなかったらということなんですけれども頭が痛ければ、まあ、薬を飲んでで聞けば止まるっていうそこは非常に明確なんですけれども例えばがんだったらどこまでをって聞くか聞かないかっていうところが非常に え難しいところだなと思ってまして、じゃあ、そのバリューっていうのが、誰が評価をして、えー、誰にとってのバリューなのかっていうところ、えー、その、今後、その未来っていう部分を、少し具体的にお話、聞かせていただければと思います。じゃあ、えーと、答えられる方からお願いできればと思います。はい、平手ささんん<え>ごめんなさい 純不動になっちゃうかもしれませんが、えー、っと一番最後からいきますバリューベースヘルスケアでもうすでに起きていることで例えば、がんの治療であったら非常にイノベーティブながんの治療でもその患者さんに合っているかどうかがわからない時例えば、そのナンクールといってねその2週間をこうやって6回クールでいくと。 でそこにはお医者さんの判断があってどうもこれは副作用が多いばっかりで効いてないってなったらもう肉る目でやめよううという判断がが起きる場合がありますでこれはその場合はもうこの薬はそこにフィットしてないもうこれは誰が評価するかっていう意味ではそのお医者さんがそこで評価をしているのでロックールが行われて効いた。 効くべきものが途中で落ちるということはもうその薬はダメだったということなので、そのその患者さんに対するものではもうやめてもらうと。だそこのに来るまでは打ったまあ、無駄だったけども、もう会社としてもそれはしょうがないねと。要するに逆に言えばちゃんと検査をしてそれを見極めるバイオマーカーのようなものを開発して効く患者さんだけに本当は使ってもらいたいと。そこへ究極的には行かなきゃいけないんだと思っています。 それからあの、まあ、誰が評価するというのでプラスアルファで言うとあのヘルステクノロジーアセスメントというのがあの費用対効果と日本ではよく言われますけども日本では非常に中途半端な議論が起きていて、えー、高速道路とか橋をかける四国連絡橋なんてかけるとです、ね、30年ぐらいの長期の計画で、えー、通行料で回収するなんていうあの投,資ができる投資と回収ができるんですが。 人間のヘルスケア人間の健康への予算というのは単年度なんですね日本は厚生労働省と何回話しても単年度で、えー、こ,うこれが効いたでも4月にその医療行為をやって来年の3月年度の終わりまでにリターンがないとだめなんですとだめだって言われても困るとあの C 型肝炎の特効薬が出た時にもうそれが明らかで。 あれは C 型の肝炎がそのまま肝がんといわれる肝,肝臓のがんに発展するんですねで10年後とか15年後に間違いなく ICU のベッドでターミナルケアといって終末期医療でもう失点抜刀しているものすごい医療費をつぎ込む状態が起こるんですけどもあの C 型肝炎の薬が出たおかげでそれが激減するのが見えてますで将来その薬代よりもはるかに大きな医療費が削減できるにもかかわらず 単年度では薬代が高いことだけが言われて高額,医療高額薬剤が問題だと言われてあれの使用がもし制限されたりしたらがんの患者さんが減らせるのに減らさなかったということが起きてくるのでそのヘルステクノロジーアセスメントなんていうのは1年間ではなくて長期の投資と回収っていうもっとこうリーズナブルなものを考えて医療全体の将来を見ていかなきゃいけないというふうにも思っています。それから えと医,療うん、医療費の削減の関係でっていうのはあのそこの場で判断するのはどう,どう,どう見考えてますかというこれはですね、えー、医師をやられてる方から当事者からあーこう質問が飛んでくると私は答える資格はないとは思うんですけどのやはり医療の効率を考えるという意味では。あのー どちらがいいかっていうのであのインフォームドコンセントといって,言って患者さんにちゃんと説明してする医療っていうのは日本は進んできましたけども世界中で見たらまだまだ不足があってちゃんとトランスペランシーを持って説明をして患者さんも含めて 患者さんあるいは他のあのチーム医療とよく言われますけど、その患者さんを含めたいろんな関係者のコンセンサスで一番いいものを選ぶという道を行くのが一番正しいんだろうというふうに思ってます。答えになったかどうか分かりませんけど、私の思いはそこにあります。はい。ありがとうございます。高橋さんなんか付け加えることがあれば。 じゃあ,あの一番最初のご質問で人間はどうなっていくのかみたいな話で言うとまあ今、先ほどデータの話もありましたけどデータ集めて何するのかというと結局生命の法則性を解明するということをひたすらやっているわけなんですよね。でその あの例えばこの遺伝子がこの疾患に関わっているとかその生命の法則性が全部明らかになると、まあ、結局それをコントロールしてあの未来を予測して変えていくことができるようになると思っています。でそれができるようになったら結局何が残るかっていうと、まあ、最後残るのは医師だと思っていて人間の。 その今、AI の話はよく出てますけど AI に代替されないものはあの結局、最後に残るのは生命の意思だと思っているので、まあ、そこを突き詰められるようによりになっていくんじゃないかなと個人的には考えていいまますすとござ久保田さん最後えっと患者さんのやるべき役割とかあのっていうご質問があったんですけ、まあ、僕が期待したいのはやっぱりあのリテラシー皆さん一人一人が自分の健康にもっと関心を持って。 あるいはサイエンス、そういうものにですね、文系理系のバックグラウンドにかかわらず、やはり健康というのは誰にもあのか,かわる問題なので、そういう意味ではサイエンティフィックリテラシーを上げるような努力を皆さんしてほしい、データ、一体エビデンスはなんなんだ、そのエビデンスがどういう根拠を持ってあるんだということを、だから自分に対してどういう、そういうデータが役はあの有効に使えるのか使えないか、そういうことをまああの少しでも多く考える人が増えれば、 えー、よりいいあの正解が、まあ、得られる可能性が上がるんじゃないか、1人研究者、どんな優秀な研究者がいても、その1人や2人でできることじゃないんで、やっぱり全員がです、ね、あのその後、考えを持つようになれば、えーまあ、いい医療というのが、みんなあの考えながら作っていけるんじゃないかなというふうに感じてますちょっと追加していいですか、もちろんですあの、えー、っと何が大事かっていうご質問の中にあったと思うんですけど、私は予防だと思います。 あの治療薬をたくさんやってる会社の人間がこんなこと言うのは変な話かもしれませんが最高の医療は元気な人を元気に保つことです病気にさせないもうこれが最高の医療ですであの例えば、風邪薬は今年,今年の冬、風邪流行ったら売れるなってこれは倫理的にはもう大間違いでその風邪が流行らない方がいいに決まってるんですねですからその元,気元気な人を元気に保つ医療日本は予防大国になるべきだと思います。 外国の人が日本に老後移住したら元気で過ごせるこれは最高の勲章だと思うんですねでそこにはあのいろんなシステムを変えなきゃいけなくてあの今の医療システム健康保険のシステムは人が病気になるのを待ってるシステムなんです人が病気にならないと何の保障もしないしサポートもしないんです 町のお医者さんがおじいちゃんおばあちゃんに「孫とはもっと過ごしたいからどうやって生活したらいいんだ」って聞かれた時に「こうやってこういう食事してこういう散歩をしてこうしなさい」ってこれすごく最高のアドバイスだと思うんですけどこのお医者さんがこのおじいちゃんにやったアドバイスには初心料もつかないし何もつかないし実施料も何もつかないんですそうではなくてそうやって元気な人を元気に保とうと努力 そういう努力には例えば日本医師会の方々にやっぱり相談をしながらそういうところにもなんかこう報酬をつけるべき逆にその病気になるのを待ってるようなところにはあのを削っていくようなその元気な人を元気に保つその,その意味ではあの我々の臨床,臨床の治験ってあの試験ですね の段階でももそうなってきてきますけども最近は皆さんあのリストウォッチ腕時計なんかもつけずにスマホで時間を見るようになってますけどそのうちまた腕時計が戻ってくると思いますそれは時計ではなくてウェアラブルですねその血圧であったり心拍数であったりいろんなデータをもう24時間247でモニタリングするような形にして元気な人を元気に保つという部分で面白い話がたくさん出てくるのではないかなと。 いいうふうふに思っていますみんなで日本を予防大国にするあの、それが私はこの国を最高の国にできると思っています。 先ほど私あの投資家のセッションに参加させていただいたんですがあのマクロの,あの動きっていうのが非常にやっぱりそのイノベーションを起こしていく上では大事だっていうお話があったんですがまさにこの分野っていうのはいろんな技術が発展しているっていうところもあるんですけど、えっと、ニーズもいろんなかニーズも変わってきているっていうようなところ特に日本においては、えっと、高齢化社会であったりとか、まあ、アフリカだったらそもそも医療の整備であったりとかそういったマクロ関 環境の中で、まあ、いろんな可能性についてお話をこの、えー、と第一人者の方々および平手さんに関してはグローバルの視点でのお話をあの少ししていただいたんですが、まあ、それでより、まあ、今起きていること今これからの可能性について少しでもあのインサイトがあればなというふうに思っております今日来ていただいてよ,かった来てよかったなというふうに思って帰っていただければと思います。ありがとうございました